準備完了。はい、どうもこんにちは、まること一歩のカンゴです。はい、ということで、今準備が終わりました。こんな感じでね、車の後ろにこのどでかい荷物が乗っていますが、今からですね、私イケてるカンゴどこに行くかと申しますと、でるる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 でん小浜島に行ってまいります。まあ、小浜島ってどこかっていうとですね、石垣島っていうね、沖縄県にある、島があるんですけれども、石垣島からですね、船フェリーを使って、大体 2,30 分ぐらいのところにある島ですね。とってもちっちゃいね島なんですけれども、ウィンドには最高のゲレンデがあるので、そこで、ウィンドサーフィンしていきたいと思います。でね、向こうに行ったら、僕の知り合いの、ショップなんかもあるのでね、その辺も紹介していけたらなと思います。A few moments later. はい、今からですね、成田空港の方に向かっていきます。ちなみに今、出発する前日の夜なんですけれども、明日の朝の飛行機の便がね、結構早い便ということで、成田に、一泊してから、明日の朝石垣の方に向かいます。これからですね、成田空港の、空港第2ビルの近くにある近くにあるというか中なのかな、わかんないけど、その辺にある、9 hours ホテルっていう、カプセルホテルにね、一泊してから、それからね、明日の朝石垣の方に向かいたいと思います。はい、というわけでね、運転していきたいと思います。ちなみにね、もう、自宅で夜ご飯食べてお風呂にも入ってきたんでね、もうあとはカプセルホテルで寝るだけっていう感じですね。さあ、エンジンがかかりました。というわけで、今から成田に向かっていきます。はい、というわけでですね、今9 hours ホテルから一番近いであろう駐車場、空港第2ビルの駐車場に、到着しました。これから9 hours ホテルに行くんですけど、ちょっと場所がわからないよ。ちょっと場所がわからないよ。どうしよっかなって感じなんですけれども、まあ、ノリで行こうと思います。はい、なんかね、ホテルがね、多分だけど空港の中にありそうな雰囲気があるので、とりあえずこの第2第3ターミナルに、ね、今から行ってみたいと思います。あった、やっぱりターミナルのところにありました。地下ですね、地下1階。今からちょっと地下に降りていきたいと思います。ありました、9 hours ホテル、カプセルホテルですね。ちょっと夜なんでね、おはようございます。
to Mara for sure. おはようございます。現在時刻は朝の7時です。カプセルホテルからね、車に戻ってまいりました。ちょっと朝飯食べながらね、昨日のお話でもしていこうかなと思います。あのね、カプセルホテルね、結構快適だったんですよ。空間もすごい綺麗で静かで、そのカプセルホテルのカプセルの中自体はすごい快適だったんですよ。僕 AirPods も持ってたんで、音も周りの音も遮断できるし、まあ、動画も YouTube とか動画も全然見れるしみたいな。なんですけど、寝ようと思ったらですね、僕はあの上の階というか、こう2段あって上にいたんですけど、下の階のいた方のね、いびきがすげえうるさくてこれどうしようと思って、とりあえず AirPods つけながら寝たんですけど、まあ、途中で何回も起きちゃって、あのこうよく寝れたかと聞かれると全然よくは寝れてないです。まあ、ただ快適な空間で休めたんで、とりあえず良かったかなと思います。いただきます。はい、今回ね、これから、石垣島の方、石垣空港に行ってから船で小浜島に行くんですけど、最初はね、本当はあの石垣島に行く予定だったんですよ。で、しかも石垣島にこの車で行く予定だったんですよ。というのは、あのフェリーに乗ってもうこの車で行って、マルコトリップの撮影もしちゃおうと思って、そしたらなんとですね、なんか2017年ぐらいから2018年かな、なんかそんぐらいから、なんかあの車と人が一緒に乗れるフェリーっていうのがもうないらしくて、車を送って自分は後から飛行機で行かなきゃいけないみたいな感じでなって、感じになってて、まあそれでもいいかって思ったんですけど、あのその車だけを送る車輸送の会社に、問い合わせたところ、見積もりが出まして、なんと16万円と、片道で。いや、片道16万円ちょっとなと思って、32万でしょって思って、往復でね、往復で32万って、いやそんなかけていくなら飛行機に行った方がよくないってなっちゃったんで、とりあえずあのこのマルコポーロちゃんは、成田の、空港の駐車場に置いといて飛行機へ行くことになりました。でですね、今日が2月3日なんですけど、なんかセールやってて、僕ピーチエアラインで行くんですけど、今日2月3日のピーチエアラインのなんかセールなのか分かんないけど、なんかやってて、あのエコノミークラスがなんと3900円びっくりした。あのさっきのあのさっきまで泊まってたカプセルホテルが3800円なんで、ほぼ一緒っすねそれとびっくりしちゃいました。よし、じゃあ行きますか。サンパーキングに向かっていきましょう。そう、ちょっとね、あの石垣というか小浜島にはこの車では行けないんですけど、実は現地に行ったらね、マルコポーロ2を用意する予定なんで、ちょっとその辺もね、楽しみにしてもらえると嬉しいです。とりあえずウィンドサーフィン的には、一番先の予報で見れるのが11日なんですけど、11日まで毎日吹きそうですね。なんでそれはすごいラッキーですね。いや、めちゃめちゃ楽しみです。はい、今ね、成田空港のターミナルの方に着きました。さっきサンパーキングのところに行ったんですけど、サンパーキングの受付の人が昔ウィンドサーフィンやってたみたいで、なんか未だにあのウィンドの情報とかチェックしてるみたいで、僕のこと知ってくれてましたね。まさかのこんなところで僕のことを知ってる人と会えるとは思わなかったです。嬉しかったですね。はい、今ね、搭乗手続きが終わりました。思ったより大変でした。あの長さはいけたんですけど、ウィンドバッグの重さがダメで、 20.0 キロまでしか絶対ダメで、でセールを出して、なんかスキー用の袋320円でヤマト運輸で買って、それなんとか20キロと10キロのやつに分けて、なんとか乗ることができました。今から飛行機乗っていきます。
垣島にとりあえず着きました。今ですね、今回お世話になる T&T の司さんのね、会社の事務所に来てます。ちょっと雨なんですけど、とりあえずあったかくて最高ですね。とこの湿気が最高すぎます。俺乾燥したとこ超嫌いなんで、湿気がめちゃめちゃ最高ですね。これからのここの生活が楽しみです。船乗り場に来たんですけど、これから船に乗って小浜島に行きます。小浜島着きました。吹いてる。はい、というわけでですね、小浜島に着きました。小浜島に着いてからお世話になる方の、居酒屋にですね挨拶に行って、そのまま食べたり飲んだりして、すごい楽しかったです。やっぱ島の人めっちゃあったかくて超優しくていいですね。最高でした。気温もですね、まあちょっと今日雨降ってるんですけど、気温も22度ということで、明日から最高な生活がね始まるかなっていう感じがしています。すごいね楽しみです。今日はねそろそろ寝ようと思います。明日に備えてね、明日はウィンドウしようと思うんでね、それもすごい楽しみです。というわけでですね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。